新日本と UWF の業務提携最初の4ヶ月の緊迫のやり取り猪木に対して投げかけ続けた前田の辛辣な言葉とはこのチャンネルは毎週土曜午前10時に公開チャンネル登録高評価よろしくお願いします。1983年5月27日 高松市民文化センターで新日本プロレスの興行が行われた83年といえばプロレス界における世界最強の男を決めるという考えのもとにアントニオ猪木が提唱した IWGP 構想が実際にリーグ戦として始まった年である IWGP シリーズ第22戦として行われたこの高松大会のセミファイナルは アンドレ・ザ・ジャイアント対ハルク・ホーガンそしてメインイベントはアントニオ・イノキ対前田明だった当時24歳の前田はこの翌年から現代に至るまで UWF という3文字を背負っていくことになる前田が直接関わった UWF には84年4月から85年9月の第1次「Q と」と 88年5月から90年12月の第2次新請の2つがあるさらにこの2つの間85年の年末から87年の年末にかけては UWF というグループとして新日本のリングに上がる業務提携時代があった今回はこのおよそ2年に及んだ UWF と新日本の業務提携時代の前半 その山場の一つである3.26東京体育館5対5イルミネーションマッチに至るまでの歴史を振り返っていく後で俺も行くからお前は先に行っとけと猪木に直接言われたかどうかは定かではないがとにかく前田は第一次 UWF に放り込まれたそして結局 猪木は来ないまま第一次 UWF は1年半後の85年9月11日後楽園ホール大会でその活動を終えたそしてその3か月後の12月6日の両国国技館新日本の 85IWGP タッグリーグ戦が開催されていたそして試合開始30分前の午後6時 国技館の特別室に前田、高田信彦、山崎和夫、藤原義昭、木戸治の5人が現れ、記者会見が行われた。山本小鉄と前田がコメントした記者会見が終わると、メインイベントの猪木坂口誠二対藤並辰美木村健吾が始まる前に、前田、藤原、木戸、 高田・山崎の5人が全員スーツ姿でリングに現れた猪木たちを前にして前田がマイクを握って挨拶をした1年半 UWF でやってきたことが何であったかそれを確認するためにやってきました業務提携が決まるとすぐに UWF は新日本に対して対戦カードに関する要望書を提出した。 その内容は2つ前田明対アントニオ猪木藤原義昭対藤波辰美しかしこの要望を受けた新日本側は呆れた新日本からすれば猪木が新日本のトップであることは間違いないが前田は本当に UWF のトップなのかという思いがあった 確かにこの時点での前田はまだ実力的に UWF のトップであるという証しは持っていなかった第一次 UWF では実力ナンバーワンを決めるためのリーグ戦が2度行われていたがその最初の優勝者は木戸であり2度目の優勝者は藤原だったのであるこういった状況でもちろん新日本は猪木対前田をすぐに組むようなことはしなかった そして猪木の首を狙いたいなら UWF は代表者をリングで決めればいいと答えたのであるそして年が明け86年の新州シリーズ「ニューイヤーダッシュ」が始まったこのシリーズでは猪木との対戦権をかけた UWF 選手同士による「UWF 代表者決定リーグ戦」が行われた 早速開幕の「1.3後楽園」では前田対高田が組まれ11分19秒逆エビ固めで前田が勝っているリーグ戦は1ヶ月に及び終盤に近づくにつれて5人は皆消耗していった彼らはチームとして新日本のリングに上がり猪木を筆頭とする新日本の選手たちと戦うことを目指しているはずなのだがその前に。 自分たちで潰し合いを行わざるを得なくなっていたそして 2. 大阪城ホール第8試合で UWF 代表者決定リーグ戦の優勝戦前田対藤原が行われた12分21秒両者リングアウトの後延長戦となり前田がスリーパーホールドで藤原を落としたが同時に藤原は強烈なレッグロックをかけていて 前田が先にギブアップ負けとなったこの結果翌2.6両国では藤原が猪木と一騎打ちを行うことになったのであるだが前田ではなく藤原が相手となると圧倒的に猪木の方が有利であるもちろん藤原もどちらも途中からの参加とはいえ第1次 UWF と第2次 UWF に所属し第2次 UWF 分裂直後には 新 UWF ・藤原組を称していたほどなので UWF を代表する選手の一人であることは間違いないしかし UWF と新日本のイデオロギー闘争両者の対抗の図式という意味で言えば藤原では焦点がぼやけてしまう藤原は新日本時代に猪木の付き人をずっとやっていて猪木に浸水していたからである 実際にこの翌年87年夏のニューリーダー対ナウリーダーの世代闘争ではナウリーダーの猪木と同じコーナーに立って前田と対峙したりもしているだがともかく翌日になり両国のリング上で猪木対藤原が始まったこの試合の猪木は終始藤原を見下すような態度を示し続けた 藤原がスタンドのアームロックを仕掛けると猪木はとっさに左足で下腹部を蹴り上げて脱出これを見た前田たちは反則だと結走を変えていきり立ったさらに藤原がヘッドバットを放った瞬間猪木はカウンターで右のナックルパンチを放ちそこからスリーパーホールドで締め落として勝利しただがその直後前田がリングに飛び込んだ そして猪木のあごに左ハイキックを浴びせ混沌させたのであるそして控室に戻った前田は激しい口調でまくし立てたアントニオ猪木だったら何をやっても許されるのかどうして反則の金敵ナックルを称えることができるんだみんな頭がどうかしてるんじゃないのかこんなことが堂々と通じるプロスポーツなんてないぞレフェリーは一体何をしていたんだ 俺が木戸さんとの試合で金敵が理由で反則になるんならどうしてあそこで反則取らなかったんだ前田は純粋にプロレスをプロスポーツとして成り立たせるためにはルールを厳格にしていくのが大前提だと考えていたしかし当時の猪木にしてみればプロレスは前田が言うような純粋なプロスポーツではなくそれを目指すつもりもなかったそして アントニオ猪木だっったら何をやっても許されると本気で思っていたのかもしれないそんな猪木に対してこの当時の前田は辛辣な言葉を投げかけ続けた猪木さんはレスラーとしての気構えがおかしいんだよ自分がこうやればファンは拍手をするという計算だけで試合をやっているんだ楽をしてるんだそれをごまかすために。 風車の理論だとか、受けの美学だとか、わけのわかんないことを言っている。だから俺は猪木さんと戦って体で教えてあげたいんだ。猪木さんは変わった。俺たちに教えてきたことと今やっていることがまるで違う。そんな人に今の俺は何の思い入れもないね。だが、前田が自分の主張を世間に認めさせるためには、新日本の頂点に君臨している猪木を、 実際に任すしかない打倒猪木という前田の思いはますます高まっていった2.6両国が終わるとほどなくして新日本は2月26日から始まるニュューウェーブダッシュのカードを発表したその発表によればシリーズを通して新日本対 UWF の対抗戦を行うことは確定。さらに非公式ながら 東京体育館での次の3つのカードも発表された猪木対前田藤浪対藤原 IWGP ジュニアヘビー級王者対高田これにはファンやマスコミが狂気し当の前田自身も意外に早く対戦が決まったもんですねと話すなど驚いていたしかし内定したと思われていた前田対猪木は 実際には行われなかった新日本の発表はフライングだったのであるニューウェーブダッシュの開幕戦の2.26埼玉熊谷市民体育館大会で猪木がコメントした「営業サイドは猪木対前田戦を考えているようだが俺の口からはやるなんて一言も言っていないそれを決まったかのように報道してもらっては困る」 俺と UWF との対決は UWF 側の代表者が藤原と決まりそれで決着がついたはずだ藤原がダメなら次が前田ではさっきシリーズの意味がないそれくらいなら最初から1対5でやった方がいいそうそう彼らの要求ばかり飲んでられないよ猪木は前田との一騎打ちの拒否を表明だがすでに 東京体育館の前売りはほぼ完売しているもちろん完売したのは猪木対前田戦が発表されたからに他ならないこの新日本のバタバタに対して前田は憤然としてこう言った「このカードは新日本側からあったものプロレスをスポーツの王道に乗せる一つのきっかけにしたいと思っていたそれを今さら中止とは10年。 20年後のプロレスを考えるのならファンに不信感を与えるようなことは絶対にしてはならないはずだ翌27日 UWF と新日本の間で話し合いが行われこの席上で前田が改めて対戦要求をしたがその訴えは通じなかった第一次 UWF への移籍をはじめとして 今までに前田はどれだけ猪木に振り回されてきたことだろういやこれは前田に限った話ではない新日本の歴史とはアントニオ猪木が周囲の人間を振り回す歴史であると言っても過言ではないのである開幕戦から2週間後の3.14鹿児島県立体育館大会でようやく猪木対前田戦に変わるカード変更が発表された。 5対5イリミネーションマッチ。現代ではそれほど珍しいとも感じないが新日本ではこれが初となる試合形式だったそしてこの時新日本側にはこのイルミネーションマッチの鍵を握ることになる一人のレスラーがいた上田馬之助である。日本プロレス時代の猪木との確執でも知られている上田は テキサスなどのアメリカ南部を主戦場とした後帰国後も一貫してヒールレスラーとして時期によって全日本国際新日本と当時の日本の3団体を渡り歩いていたまたセメントをやらせたら右に出る者はいないレスラーとしても知られていたところが85年新日本への2度目の参戦をした上田は 当初はマシン軍団やヒロ斎藤らと共闘していたもののやがて正規軍入りした。この正規軍入りは長いキャリアのほとんどをヒールとして活動していた上田にしては極めて珍しいことであった東京体育館の5日前の3.21岐阜産業館大会猪木と上田がタッグを組んで前田藤原組と対戦した。 上田はグラウンドで前田の足を抱えて押さえつけながら膝を前田の顔面に乗せて痛めつけるというテクニックを見せつけたりヘッドロックで前田の動きを止めたりなど随所でセメントレスラーの本領を発揮して前田を苦しめたそしてこの試合後に上田がイルミネーションマッチのメンバーに入ることが発表されたいよいよ3.26当日となった メンバーは次の通りである新日本は猪木藤波木村上田星野官太郎 UWF は前田藤原木戸高田山崎前田と猪木の先発で試合開始早速前田が猪木の蹴り足を捉えてキャプチュードを放つなどしたがすぐに前田は藤原へ猪木は藤並へタッチした。 注目の上田はほとんど出てこない。出てきてもすぐに引っ込む。コーナーでじっとしたままである。試合開始から27分後、新日本は上田と猪木の2人、UWF は前田、木戸、高田の3人。ここで前田が上田に襲いかかった。前田は上田の胸に何発も蹴りを入れていった。 しかし上田はもっとやってみろと言わんばかりの様子で全く反撃しない後頭部に蹴りを浴びても倒れない驚異的なタフネスぶりを発揮していた上田だったがニールキックをもろに顔面に浴びるとついに倒れたそしてその後すぐに立ち上がった上田に対して前田が再び蹴りを出したところが上田はその蹴り足を抱えたまま自ら場外に落ち 前田をリング下に道連れにしたのである。観客は唖然とした。当時は上田のシュートでの強さはさほど認知されておらず、その上田が当時最強と言われた前田の蹴りを平然と受け切ったことだけでも驚きだったが、その上で前田が上田によってリング下に引きずり下ろされてしまったのである。上田の真珠作戦によって退場となった前田は、 とばかりにエプロンを両手で叩き悔しがった前田にしてみれば悔やんでも悔やみきれないだろうこの日の前田の頭の中には猪木を倒すことしかなかったはずであるそして猪木とぶつかり合ってスリーカウントなりギブアップなりで負けるのならまだしも猪木ではなく上田によって しかも思ってもみなかった場外転落という形で試合終了させられてしまったのだ上田は前田の蹴りを散々浴びながら最後の最後で自分を犠牲にして前田を猪木の前から消し去った上田が観客に与えたインパクトはあまりにも大きかったこの試合のトータルタイムは33分38秒 猪木の一人残りで新日本側の勝利となった結局猪木と前田の対決は計3度およそ3分間だった試合後上田は「前田を見ていると昔の自分を見ているような気がするんだ」と言った日本プロレス時代の上田はシュートマッチばかりやって試合が面白くないためお客さんは寝てしまったことがよくあった。 当時の上田は強さが全てだと思っていただから観客受けしなくても平気だっただが長年やってきてプロレスに必要なのはそれだけではないということが分かったそして場外心中という形を取ることによって前田に「プロレスは違うんだ」と体で分からせようとしたのだというただし この上田の思いを前田が理解したかというときっとそうではない。いや、上田が何を伝えようとしていたかは前田にも分かっただろう。ただ前田は上田が伝えようとしていたプロレスに興味がないのだ。前田はもともとプロレスをやりたいわけではなかった。そもそも前田は猪木に憧れてとかプロレスのファンだったから、 といいったた理由でで新日本に入門したのではない自分が強くなれるのならプロレスじゃなくても何でもよかったのであるプロ入り後の彼の根本的な部分での猪木あるいはプロレスとの相入れなさは全てこのことに起因していると言ってもよいこの後の前田は4.29津市体育館でのアンドレ・ザ・ジャイアント戦。 6.12大阪城ホールでの藤波戦10.9両国国技館でのドン中谷にいる戦線とその後のプロレス史に残る試合を立て続けに行っていくことになるベストバウトを受賞した藤波戦の後に無人島だと思ったら仲間がいた今後もこの試合が日本のプロレス界の革命記念日になるよう頑張りたい」。 と前田が言ったことはよく知られているまた8.5両国では藤波木村組を破って木戸とともに第2代 IWGP タッグ王座についていたりもする格闘家ではなくプロレスラーとしての前田明が最も輝いていたのはこの86年と言っていいだろうだがリング上の前田の正面に 彼が本当に戦いたかったアントニオ猪木が一人で現れることはついになかった前田と猪木の一騎打ちはただ1試合83年5月27日の高松12分57秒円髄切りからの体固めで猪木の勝利前田は猪木に勝つことができないまま現役生活を終えたのである ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週土曜午前10時に公開。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。